フューチュラマの都市ジオラマの細部、フューチュラマは1939年から1940年にかけて明日の世界というテーマを掲げて開催されたニューヨーク、バンコク博覧会にノーマンベルゲディーズのデザインでゼネラルモーターズが出展したジオラマ展示、ライド型アトラクション。非常な人気を博した。フューチュラマとはフューチャーとパノラマを組み合わせた造語。 フューチュラマの影響は強く、アラマという設備後は1950年代から1960年代にかけてのミッドセンチュリーのアメリカで来るべき未来を見せるコンセプトの商品や企画の名称 SF 映画の題名などに多用された。フューチュラマの都市ジオラマニューヨーク版国博覧会では世界各国の政府機関や企業がデザインやコンセプトに工夫を凝らしてそれぞれの 近未来の理想社会を見せていた。GM は20年後の未来のアメリカを見せるフューチュラマを出展。自身のパビリオンハイウェイホライズン館で公開された。フューチュラマは超高層ビルの立ち並ぶ都心と大規模な郊外住宅地等をオートメーション化された高速道路ネットワークが結んでいる1960年のアメリカを観客が遊覧飛行するというシナリオ。 そのための仕掛けとして、壮大な円形ジオラマが用意され、観客はその周りを、ムービングジェアと呼ばれた座席に揺られ、十数分かけて観覧した。円形ジオラマには、子供の背の高さほどのマテ楼ーなど50万個以上のミニチュアの建物が立ち並び、1万台以上のミニチュアカーが走るハイウェイとインターチェンジが広がっており、観客は高速道路がつなぐ輝かしい未来都市の、 ビジョンに酔いしれた。ハイウェイホライズン間には延べ2500万人が訪れ、連日2万8000人がフューチュラマを見た計算になる。GM は自身の自動車交通や都市の未来像に関する研究成果をフューチュラマに反映するため、舞台美術家で流線型デザインを得意とし、インダストリアルデザイナーでもあったノーマンベルゲディーズにデザインを委託した。 制作には700人以上が携わった。完成したフューチュラマは夢を与えてくれるだけでなく他のパビリオンの理想と思想が高等無形と思えるほど具体的で実現可能性の高いものでもあった。中でもオートメイテッドハイウェイはフューチュラマで提案された最も進んだ技術で電波でガイドされた自動車が高速走行しながら 前後との車間距離を保ち、電波の指示で高速のまま自動的に目的地に向かって道路を曲がって行けるというもので、現代の ITS をすでに提案していた。その後、GM は1960年には実際に作動するオートメーテッドハイウェイのプロトタイプを作っている。フューチュラマは GM 及び当時の自動車産業の企業戦略を見せつけただけでなく、 アメリカの一般大衆にスーパーハイウェイのネットワークが国土を縦横に結ぶというコンセプトを初めて紹介した展示であり、大衆の持つ未来像に大きな影響を与えた。フューチュラマが提示した未来は郊外化や週間高速道路網などとして実現していった。一方、フューチュラマで使用された仕掛け、ライド型アトラクションは後にディズニーランドに応用されている。 ゼネラルモーターズは1964年から1965年にかけて行われたニューヨーク万博でフューチュラマーというタイトルとして内容を時代に合わせて進化させた展示を行っている。ケネディ政権の残した楽天的な世相や宇宙開発競争など技術による極地征服の時代を反映し特に年代を示さない 近未来の局地における活動や生活を見せるものであった。ここでは月面基地の活動、南極に建設される気象予報研究センター、ウェザーセントラル、海底探検の模様と海底観光のためのホテルアトランティス、砂漠の灌漑、大規模な観択事業と都市建設、ジャングルに作られた道路や未来都市といった6つの場面が紹介された。観客は ライドトレインの三人掛けの椅子に座り、次々展開するジオラマの上を通っていった。この展示も6ヶ月で2600万人以上の観客を集め、入場まで2時間待ちの行列が並び、万博で最も集客をした展示となった。以後アメリカはベトナム戦争や公民権運動、カウンターカルチャーに揺れ始め、夢や希望にあふれた未来像は破綻していき、 1964年万博は大企業がフロンティアや未来を歌うことが有効だった最後の博覧会となったと評価されている。ありがとうございます。